随法型航空母艦あるいは小大鳥型航空母艦は大日本帝国海軍の小型航空母艦の艦型。随法型航空母艦は海軍の艦艇類別等級表で使用されていた艦型名であり、随法、竜法、千歳、千代田の四艦を同型艦に分類している。一方で小大鳥型航空母艦は戦後の出版物で使用されている艦型名であり、 計画段階で、第一状態が艦隊用高速給油艦、第二状態が航空母艦への改造が可能なように設計された随砲と小をを同型艦としている。本校では、検査機型潜水母艦より改装された随砲と小をを中心に解説する。潜水母艦王クジラを改装した流砲の詳細は、流砲を、チトセ型水蒸気母艦を改装したチトセと千代田の、 詳細は、千歳型航空母艦をそれぞれ参照。1921年のワシントン海軍軍縮条約により、日本海軍の艦艇保有率は、対米英比3対5と決定され、日本の保有できる空母の合計基準排水量は8万千トンとなり、その後1930年のロンドン海軍軍縮条約において、ワシントン条約では制限外であった1万トンの、 小型航空母艦も合計排水量に含まれることとなった。このため日本海軍は、米英との戦力差を埋めるために、条約で政権外とされた補助艦艇の中でも航空母艦への改造が容易であり、平時の訓練で必要と考えられた潜水母艦、給油艦、水蒸気母艦系5隻を条約に抵触しない範囲で航空母艦としての構造と、 航空偽装を持たせた上で建造することを計画した。戦時には飛行艦板180メートル以上、速力31キロトン、搭載機数30機の艦隊航空母艦として、必要な性能を持つ艦へと3ヶ月程度で改造することとした。なお、平時の潜水母艦、給油艦、水蒸気母艦は第1状態、戦時の航空母艦は第2状態と呼ばれていたが、 この第二状態の存在は再機密の軍機とされており、第一状態といった表現を使用することすら避けられていた。1934年の第二次補充計画において、艦隊用高速給油艦2隻の建造が計画された。この建先型2隻は横須賀交渉関係者からは、 両館の頭文字をとって、健康と呼ばれており、第1級油館は1934年12月3日に、帰港され1935年6月1日に、浸水。第2級油館は、県崎から遅れること1年後の1935年6月20日に、帰港され、1936年6月19日に、浸水を迎えた。 県崎浸水からわずか3ヶ月後の1935年9月26日に第4艦隊事件が発生。すでに浸水していた県崎の偽装工事だけでなく、まだ仙台にあった高崎についても工事が中断されることとなった。この第4艦隊事件の際に赤軍第4艦隊第3戦隊として参加していた大鯨は電気溶接を使用した核壁部分に 多数の大中小の亀裂が入り、環境前方外反に艦隊切断の前兆であるシワが発生するという被害を被った。他の艦艇も様々な被害を受けたことで、徳型区畜艦以降に建造された艦は、船体強度不足であることが発覚した。そのため、建造中の艦も含む多くの艦に補強と改善が実施されることとなった。すでに浸水している。 県崎に対しても、電気溶接部分に補強が施されることとなり、仙台にあった高崎については、補強だけではなく尖閣の一部に、両構造が再び採用されることとなった。だが、両館の工事が進められていたこの時期は、先の友鶴事件で発覚した問題の改善や、第二期改装計画で、多くの主力艦の改装が行われていただけでなく、 創流の建造も開始されていた時期であった。そのため、各交渉は多忙を極め、新たに発生した第4艦隊事件の対策、改善も加わったことで、健康の給油艦としての偽装工事は、重要工事の合間を縫って行われ、完成は大幅に遅れることとなった。このため、健康は浸水後横須賀軍港に係留され、工事がほとんど進められず放置されることとなった。 1936年末にロンドン軍縮条約が破棄され、無条約時代が訪れるとともに、1937年の日課受験勃発に伴い、民間の高速タンカーの徴用が可能となったことで、健康を給油艦として完成させるか否かが問題となった。大型、高速化の進む潜水船隊の機関として、大型の高速潜水母艦のさらなる建造が、 絶望されていたこともあって、1937年12月10日に、健康の第一状態がより、短期間で空母へと改造が可能な潜水母艦へと変更され、給油艦としてではなく、潜水母艦として完成させることが決定された。このため放置されていた、健康の工事は、本格的に再開されることとなり、給油艦としての偽装が進んでいた。 剣崎が先に潜水母艦へと改造されることとなった。しかしこの再県崎では飛行機エレベーターの設置のための事前工事が行われ、全部エレベーターは平時の潜水母艦としての運用を考えあえて装備せずに陸上保管とした。さらに後部エレベーターは搭載した後に閉鎖する形で2機とも装備され、最上甲板以上の構造物に伸縮継手が設けられたほか、 環境直後の上部格納庫部を設けず、ウェルデッキ構造を採用し、探偵、水蒸気の格納場所とするなど奥ジラの運用実績も踏まえた改正が行われた。1939年1月15日、県崎は潜水母艦として竣工した。1939年9月、巡船時工事故時が発令されたことに伴い、県崎と同様に潜水母艦として完成させる。 予定となっていた高崎は、第二状態の空母として完成させるように計画が変更される。1940年1月に航空母艦への改造工事が開始され、同年12月27日に完成。随法へと改名され、第三航空船体に編入された。県崎は約1年。 第2潜水船体機関として運用された後1940年11月15日に航空母艦への改造工事が開始され、1941年12月22日に完成し、サチオトリと改名され同日付で第4航空船体へと編入された。なお、大クジラと査機型では航続距離を十分なものとすると同時に、 航空母艦への改造を容易にするために手機としてディーゼル機関が採用された。この11号10型、11型12型内科機会5月7日、3号海回戦に参加。小大鳥が MO 攻略部隊の上空なお艦として、つらぎ攻略支援の後に MO 攻略部隊に合流し、米空母ヨークタウン、レキシントンより出撃した97機に上る攻撃隊による空襲を受けて、 日本海軍初の創出空母となった。海戦後の随砲は、法省とともに、第三航空戦隊として第一艦隊の上空、名江に従事した。1941年12月20日、潜水母艦、大鯨の空母回送を開始。1942年11月30日に、空母回送を終え、流法に改名する。1943年12月15日、 内例、第2708号で、官邸類別等級表が改正され、軍艦、航空母艦、随砲型の甲虫、流砲の下に、千歳、千代田を、同大高型の甲虫、沖鷹野毛に、神、高尾、下不動水上気母艦の部中千、千歳、千代田を、サクク駆逐艦、一等初雪型の甲虫、夕霧を、サクルと発令され、 航空母艦への改装を終えた、チトセ型水蒸気母艦のチトセ、チヨが、随方型航空母艦に加わった。空母としては、排水量1万トン級の軽空母である。平ら板型であり、島型環境は有していない。ハリケーンバウではなく、低還元であり、飛行甲板の先端と末端は支柱により、支えられている。エレベーターは、 管の全部と後部に一機ずつ設置されており、煙突は、右玄中央部に大型のものが下向きに一本、元来主機にディーゼル機関を使用する予定であったため補助管が搭載されており、その関係で、右玄後方の線尾近くに、気筒式の小煙突が設けられていた。また、随砲と小おとりの特徴としては、管主水線下の形状が煙直線より30度、 傾斜しそのまま直線となって、官邸の丸み部分まで伸びている点と、線尾で軽く傾斜した飛行甲板などが挙げられる。天輪安定儀を搭載した場合は、基準排水量 11,262A トン、講師排水量13,100トン、満載排水量14,154トン、講師平均喫水6.64メートル、満載平均喫水7.01メートル。 機銃は25立方ミリメートル連装機銃4機を予定したが、随法の春工時には連装機銃を搭載し、後日3連装機銃に換装された。サチオートリは春工時より3連装機銃だったのが、春工時の写真から確認される。随法は対戦中に機銃装備を実施し最終的に3連装機銃は10機を装備した。 これらの改正で官邸の固定バラストを約400トン増、のし、高支配水量は約13,500トン、速力28ノットになった。ありがとうございます。